はい、どうもカッパ園長です。じゃあ最後はね、まあ本当はね、まあディガーニュースなんでね、いつもの調子で行こうかと思ったんですけども、ちょっともうあまりにショックなね、安倍総理がね、命を奪われてしまったんでね、うん、まあいつもの調子でね、笑い飛ばす気にはもう全くなれなくて、まあ内容的にしかもね、なんかまあ今後もね、この特なんかまあ準皇族みたいな感じで、この特別待遇ね、この小室圭さん眞子さん夫妻のですよね、秋篠印のね、このロイヤルチート、ロイヤル三昧、ロイヤルキャッシングを使ったね、ロイヤルセレブ生活はやむを得ないみたいな、なんかこの正当化するかのようなね、そういうなんかこのね、この記事が飛んできてるんですけども、もう怒りしかないですよね。例えばね、この警備費用とかね、うん、身辺警護、こいつらにも張り付いてるわけじゃないですか。うん、いらねえだろうと。そう思いません？うん。いや、まあ、命の重さとか、なんかそういうの、なんかこう、平等とかね。うん。まあ、なんだろう、不謹慎といえば不謹慎かもしんないですけども、うん。まあ、なんか、なんだろうな、その人権は平等かもしんないですけどもね。うん。僕は、人、ね、それぞれね、違うんで、うん、ここは差をつけておかしくないと思うんですよ。ね、例えばですよ、じゃあ SP、ね、この警備、ね、この警護、つくわけでしょ？うん、いらないじゃないですか、こいつらは。ね、うん、一般人夫婦なんだし、ね、そもそもこの日本の、なんだろう、国益って言ったらちょっと大げさかもしれないですけどもね、少なくともこの税金をこの投入されて、ね、仕事もしねえのに、うん、なんか贅沢三昧、ね、ニューヨークで、ね、わざわざ物価が高い、ね、世界有数のこの物価が高い、生活するのに、ね、かかる、まあ、リビングコストか、生活費、ね、高くつく、ね、そんな場所で仕事もせず、のうのうと、ね、税金使ってこのね、生活している、うん。え、そんなところにこの金動かして人動かしてなんてするんだったらね、うん、もう今更言ってもしょうがないんですけどもね、だったらその分全部ね、この安倍元総理の SP にね、警備、身辺警護に使ってくれてた方が全然良かったですよね。うん、まあ言ってもしょうがないんですけども、まあ一応ね、記事見ていきますが、アメリカニューヨークで新婚生活を送る小室圭さん眞子さん夫妻今月末には3回目の司法試験に挑むとあって注目が高まっています。そんな2人には否定的な声も目立ちますが、中には批判しても仕方がないことも。仕方ねえじゃねえよな。7月末3回目のニューヨーク州司法試験に挑む小室圭さん、本当にすんのかよ7月に入り再び、その動向が注目され始めた小室圭さん眞子さん、7月26、27に3度目のニューヨーク州の司法試験があるんだって。でその結果次第では帰国をしなければならない事態となるのではないかと世間をざわつかせているとどの面下げて帰ってくるんだろうな、帰ってくるとしたら。でニューヨーク州司法試験委員会によると、小室圭さんが最初に受験した昨年7月の試験では、初回合格者は全体で 78%、うち外国人合格者が 46%、2回以上の再受験者では 18% 程度まで下がるため、回数を重ねるほど合格は難しいとされていると。うん、だって、チャランポランのアッパッパーなやつしかね、落ちねえんだから、そういうやつがどん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 残ってくる。ね、まあ、より合格率が下がるのは当然だよね。で、再受験者の多くは小室圭さんとのように法律事務所で働くなど二足わらじを履いた状態で試験に挑む人が多いから、仕事で多忙な中、試験突破のための勉強量を確保できないというわけですと。だったら一発で受かるよね、ちゃんと最初からやっとけよって話だよね。うん、だってね、要は合格ライン超えれば合格するわけじゃないですか。定員があるわけじゃないですよね。うん、で、で、さらに英語の試験ですから、ああ、またあれか、ね、英語を母国語としないから、ね、厳しい条件で、みたいな、うん、やかましいよな、ほんと。だって英語の論文でね、準優勝とかしてたやつなんだろ？最初からだって言葉の壁はねえって最初は言ってたのに、滑った途端にそれを理由にしてくるっていうね、適当だよな、ほんと。うん、
で、まあなんか3回目の受験も微妙なのではね。だって1回目の受験を控えてる段階では合格間違いなしとか言われていたくせにな。何なんだよな、ほんと。で、小室圭さん、眞子さんがこれほど注目されてるのは、やはり結婚、そしてニューヨークに渡ってからの生活について疑問を抱く人が多いから。ね。じゃあ逆に納得いく方法っていうか、納得いく状況なのかどうか。ね、説明してみせてくれよ、本当に。うん。国民の理解が得られたとは言い難い状態での結婚だったこともあったのでしょう。眞子さんは皇族が身分を離れるときに、品位を保つためとして受け取れる一時金を辞退、最大1億4000万円が支払われる予定だったものを受け取らなかったわけですから、いかに2人が結婚を望んでいたのかが話題となりましたと。そこじゃねえよな。もしかしたらそこで終わっていれば2人の純愛ということで幕引きとなったかもしれませんが、そうはいかなかったのは多くの人が知るところ。結婚後2人はすぐにニューヨークに渡ったことで様々な憶測が飛び交いますよと。まず小室圭さん、眞子さんが住むニューヨークのレジデンスの家賃、世界でも生活費の高いところとして街として知られるニューヨーク、2人が選んだレジデンスは当時のレートで月55万、だから今はもう また違うんですよね。で、小室圭さんが手にする年収は推定600万と言われているため、家賃だけで年収がなくなる、どうやって生活をするんだとなったわけですと。そんなさって最初から言われてたじゃんね。で、注目されたのが眞子さんの貯蓄と、ね、あくまでも貯蓄でもうなんか貫き通すつもりなのかな。で、あくまでも、あ、違う、皇室の方々には日常生活を送るための費用として国から皇族費が支払われるということで、そこから考えると、まあ、1億円以上貯蓄があって、で、まあ、ニューヨークでの生活費に充てられていると。だからもう、花から足りないんだから、足りてないんだからさ。ね、で、まあ、こう、税金でしょ？うん、税金じゃないですか。で、出てくるのがこの小室圭さん、眞子さんへのこの警護、SP ですよね。警護は、まあニューヨークでもね、この日本国内に帰ってきたニューヨークでだけじゃなくて、日本国内でももう一生涯、生涯にわたって続くと。うん。え？ね、最初に言いましたけど、いらなくね？いらねえよ、どう考えたって。ね、小室圭さん、眞子さんに対する特別待遇。眞子さんは皇族を離れたわけですから、一般の国民と同じとはいえ、まあ、元皇族であり、小室圭さんはその夫。国としても皇族離れたのだから、あとはご自由にとはいかないのでしょう。やれよ、うん。で、この二人が住むレジデンス、ね、外務省職員のために借りているもので、小室圭さん、眞子さんの、家賃負担は実質ゼロ。ね、2人のビザについては政府が融通している。ね、2人の警護に年間数億円の費用がかかっている。ね、マスコミとしてはね、これらはね、真意はさておき、なんかもうとりあえずね、置いといちゃって。ね、あくまでこれなんか、まあ、誹謗中傷じゃないと、憶測の域を出ないみたいな、そういう扱いなんですかね。うん、だってこの証明しろって言ってもさ、ね、だから明細出させれば一発でわかるのに、お金の流れ。うん、なんか外交機密費なんか引っ張ってきて、うやむやにしたまんまだから、ね、それは疑いの目向けられるのはしょうがなくねっていうのは、いろんなところでいろんな人に言われてるんですけどもね。うん。で、まあ、この警護ですよね。専門家なんか、ね、なんか知識人なんかの言葉を借りて、まあ、法人、擁護、援護、警護の観点で仕方がない。で、まあ、正当化してるんですけども。そうなのか。うん。で、まあなんかこの後もね、うんぬんうんぬん続くんですけども、ただね、この小室圭さん、眞子さんのこの警護、従来のこの要人援護の案件からはね、明らかに大きく外れてるよね。うん。だからどう考えてもおかしいんですよ。でも今後2人へのこの特別待遇、優遇なんかはなくならないんですよ。だからまあこの眞子さんは元皇族で、まあディガーさんはその旦那っていう事実が変わらないから、もう延々続くんですよね。うん。で、まあ海外にいる小室圭さん、眞子さんは警視庁の守備範囲ではないので外務省などが動いてきましたけれども、帰国となれば今度は警視庁、警察庁あたりが警護に当たると、まあ考えられていると。うん。ね、ピップ待遇ね、当然日本に帰国して、帰国した場合でもね、
より熱く、しかもなんか今回のこのね安倍元総理の件なんかもなんかこう都合よく利用してさ、ね、危ねえ危ねえみたいな、ね、日本国民なんか要は批判している日本国民から守らなきゃいけないみたいな、ね、よりお金と人を、ね、この動かされる、そんな可能性を、ね、この感じますけども、けしからんよな。うん、まあでも特別待遇はねご了承するんですよ。かあ、たまったもんじゃねえよな。うん、ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。